はい、どれに
しようかな。これでいいかな。はい、おしまい。これ作ってみたはいいものの、何に使うものなんだろう。ん？おい、いいものを持ってるじゃないか。あれ、ポーレル知ってるの？なんだ、むしろ知らないのか。それはだな。というわけだ。そいつを身につければ戦闘がかなり有利になる。探索を楽にするためにも作っておいて損はないだろうな。なるほど、すっごくよくわかった。ありがとね、オーレル。Thank you.
そうかな。これでいい、やっぱかーよ。これでいいかな。隠し味はせーの、ぐるぐる混ぜて、新版の赴くままに。補充。よいしょ。さて、どこ。しゃあ、張り切っていくぜ。心の羅針盤の赴くままに。していたのは、そう、修行だ。余裕余裕。これでどう？これでどう？追い打ち。これはどう？楽勝すぎてつまらないわね。
張り切っていくぜ。心の羅針盤の赴くままに。ほじよいしょっと。考えをまとめて。
私たちの勝ちだね。やっ、暗くなっちゃった。アトリエに戻った方がいいかもね。いっけ。お、これは役に立ちそうだね。どんなものが作れるかな。よっこいっしょ。よっこいっしょ。これでどうだ。これじゃ、せーの。これは調合に使えそう。何の材料になるか調べないと。いっけ。宝石か。よっしゃ。種類によって性質も違う。いっけ。しっかり勉強しないとね。粘土はこねて丸くしてっと。こうした方が運びやすいの。なんとかなるなる。当然の結果だな。まだまだ強く。